もうこの場所なら怖くない。だって出口が近いし。イエー。博士レベルアップ。じいさん、もう多分全部倒したと思うんだけどね。化け物が大元出てきて先に進めなくなっちまったんすかね。5匹もいるって。まあ1回出て休みましょう。休みましょう。宿屋で お世話になってます。泊まってください。ちっこい家だけどさ。パパ、おーいえ、結構お金貯まってるよね。続けるよん。はい、じゃあこれで PP も回復したからね。またいけるよん。いっちゃうよん。次こそね。はい、行きましょう。もう全くね、もう頭グダグダになってます。なんでさ、なんでさ。オッケー、オッケー。で、ね、そこ右に行って上から下に潜って下に降りて上がってきてもここのとことつながるから、結局はまだ奥ってことだからね。ここ左ね、左行ったら上につながっちゃうからこう行くしかないわけよ。こう行くじゃんね。こう行ったらこう行くしかないじゃんね。この辺とか、によりって入れる、ないよね。みたいな。入れないから、こう行くしかないじゃん。こっからだよね。あ、今のところまだ一通だもんね。よし、モイラちゃんのフリーズ。もうこいつはもうモイラちゃんのフリーズで一発だから。特には、まだ、一発目だから全然 OK。お願いします、モエラちゃん。イエーイ。とりあえず上行ってみよう。あ、上まだ行ってないね。ね、行ってみよう、行ってみようぜ。なんかリレミトみたいな魔法欲しいよね。サイコキネシス。上行くよん。あ、そっち側も行けてないね。オッケー、チェック。裏漢方があった。裏漢方を手に入れた。なんで増えてんのさ。お願いします。まださっき帰ってきたばっかなんで、まだお風呂も入ってないんですよ。お風呂入る前に寝落ちはまずい。イエー。2004と、ライフアップ、モエルちゃん。イエー。あ、
ふふふふ。お前、今までに一番強いこの穴の主と、二番目に強いこの穴の主と、四番目に強いこの穴の主と、一番弱いこの穴の主と戦ったはずだ。俺が、三番目に強いこの穴の主なのだ。行くぞ。なんか東大元暮らし、すぐ真上だったね。なんだ、みたいなね。モイラちゃん。チェック。ピゲフリーズ。めちゃ強。ピゲフラッシュ匂い。オッケー。固まった幽体やん。イエー、あんまり強くはないんでね。チェック、ガッツはカーミットでしょう。カーミッツでしょう。ガッツカプセル、カーミッツ、イエー。で、左のここの上のとこ上がって、あの宝箱も一応回収しに行きましょう。あれもう全部多分敵倒した、あの終わったってことやね。ぬいぐるみ、今さらぬいぐるみ今さらぬいぐるみです。ここはあ、なんかくぐって戻れるってやつね。でも本当にあのこのダンジョンややこしいかなと思うけど、実際は一回下にあるだけでね、そんな難しくもないね。じゃあ早速ね、じいさんのとこ行きましょう。じいさん、だからリレー見てほしいよね。オーケー。あ、したらよかったんだ。ジンさんもう全部倒してきたよ。しっただ。ついたって、じいさんいねえじゃんよ。じいさんいねえじゃん。あ、じいさん待ってくれてね。おっしゃー。攻略って感じだね。駆けするのも早い、取るのも早い。天才写真家でーす。思い出の写真を撮りますからね。さあ、こっちを向いて撮りますよ。チーズサンドイッチ。イエー。おう、いい写真が撮れた。この写真はきっと最高の思い出になりますよ。イエーイ。結構ね、苦労したね。話す。仕事が溜まってんだけど、ここがうっかーったったーって。結局さっきと話してること変わんないよね。信じようが信じまいが、私はヒーラー。病院直せない。いや、結構です。あ、なんかここ売れたっけ？あーなす。買うだけか。じゃあ、じいさんに話して。化け物乗ししまったって、ご苦労さんだったね。よし、この先は俺に任せて、バーンと埋蔵金を掘り合ってやるからさ。じゃあ俺仕事の段取り決めてから始めるからね。でここでもう一回休んで、イエーイ。
兄さんまたいなくなってる。もう一回話すとき、もう話進んでんのかもしれないね。じいさんに話聞いてみよう。また掘り当てたでよとか言って言うのかな。まあどうでしょう。まあ一回このぐるっと回ってくるけど出ましょうかね。とんでもない、なんか金の像とか掘り当てんじゃねえの。ないね。もうフォーサイド変えろっか一回。そうそう、フォーサイド変えろ。フォーサイドに、サイドに。サイド、これでフォーサイドの話も一段階進むって感じなのかな。おっしゃ、戦っていこうか。お願いします。一発になっちゃったよ。ピコーピピコーピって、厄介だねこいつらが。お願いします。痛えよ。オーマイガッシュ、オーマイガッシュ、オーマイガッシュ。あぶねえ。毎回ビビらしてくれるね。もうほんと怖い。勘弁してくれ。来たし。爆発物来たし。BK ファイヤー、耐えて。ほんと危ないね。ほんと危ないね。いつの間にかカーミツが40になっちゃったね。もういいよちゃん。おっしゃ、ここ話進んだ。イエーイ。まだダメ。キャッ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 。まあまだ断食中ね。じゃあこの人売れたっけ。しー、大きな声を出すな。何の目だ、売りに来た。物は何だい。鶏っていくらで売れるのかな。うお、まあいっか。用事はあるかい。売りに来たな博士。安らぎコイン。イエー、買いに来た。特にいいね。 OK。 じゃあドラッグストアにちょっと寄っていかなくても、こっちだけ、こっちだけバスストップ。
バスがもうすぐ来るようだ。よし、フォーサイドに帰ろう。行くんだけんど、6ドル払うのやつは乗せてやらねえだよ。行くがいい。お願いします。いやー、どうだろうね。これで、フォーサイドに戻って、話が進む感じなら、OK だね。とりあえず埋蔵金のあそこの5匹倒したし、報告もしたし、なんじゃ川光さん、俺発掘現場のジョージ・モッチーの弟のチャージです。埋蔵金は見つからなかったんですけど、ダイヤモンドが出てきたんで川光さんにお渡すようにってジョージ兄貴に頼まれまして、これ確かに渡します。イエー、これで救えるね。オッケー、話進んだ。うー、これでなんとかブラザーズ救ってあげれるね。じゃあ、ありがとう。ほんじゃまか。ほんじゃま、ホテル。とりあえずホテルでね。このホテルのモノレッジ、活躍し始めてから随分と走ってんだよね。発展したのよね。じゃあ、ホテルで一泊して、アポロ劇場みたいな。モノトリーグランドホテルにようこそ。ご宿泊は225ドルです。お泊まりになるよん。イエーイ。新聞新聞、おはようございます。とうとう、当ホテルだけの新聞の読み上げサービスです。フォーサイドポスト第1面。フォーサイド市民によるモノトリー氏の支持率 70% を超える。変わってないね。あ、君、僕を探している美しい女性がいたらよろしく言ってくれたまえね。そんな人いないと思うけどさ。じゃあセーブしましょう、パパ。はい。うおう、おっと、モエラちゃんもうすぐあるね。記録する。休もうと思ったんだ。冒険の記録をつけといてよ。続ける。はい。じゃあ今回、無事、デザート、砂漠の地下探索、無事完了して、フォーサイドに帰ってきました。次回はね、アポロ劇場で、ブラザーズ救うためにダイヤモンドをね、支配人に渡してこようと思います。じゃあ、お疲れ様でした。